ユナイテッド・ステーツ・フットボール・リーグはかつて存在したアメリカン・フットボールのプロリーグであり、1983年から1985年の3シーズンにわたって春夏シーズン制で3年間興行された。NFL の競争相手であったが4シーズン目の前に解散した。ユーズフルは NFL 及びカレッジ・フットボールがシーズンオフとなる夏にプロフットボールの市場があると見た。 ニューオーリンズの実業家、デビット・ディクソンによって構想された。ディクソンは、かつて、ルイジアナ・スーパードームの建設とニューオーリンズ・セインズの創設に関わる中心メンバーであった。構想によれば、各チームは、NFL チームと同じスタジアムを、春夏期間のシーズンを府中に使用し、様々なガイドラインに従うはずであった。だが現実には各チームは、財政問題を抱え、 かつ NFL チームからの圧力で、スタジアム確保もままならなかった。サラリーキャップの欠如により、運営コストがコントロール不可能になるほどの年俸を支払うチームも出現した。その結果、チームの移転、合併、売却が続出した。また、NFL 及び他のユーズフルチームに対抗して、高選手を確保するため、年俸条件の釣り上げが起こって、 チームの体制を悪化させた。ユーズフルチームの運営幹部及びヘッドコーチは NFL での経験があり、有望な選手やコーチはユーズフルでキャリアをスタートさせ、その何人かは後にプロフットボール殿堂や大学フットボール殿堂に入ることになった。シーズン初年度の1983年にはミシガンパンサーズが優勝し、 1984年にはフィラデルフィアスターズが優勝し最終シーズンとなった1985年には移転してボルチモアスターズとなって連続優勝した。1985年ユーズフルは翌年からシーズンを NFL と重なる秋冬制に変更しようとした。当時のニュージャージー・ジェネラルズのオーナーであったドナルド・トランプを含むオーナーたちはこの変更により NFL との合併を目論んだ。その一環としてユーズフルは NFL を反トラスト法違反で訴えたが、わずか3ドルの賠償金を得ただけにとどまり、ユーズフルは1億6300万ドルの負債を抱えて終了した。2022年春に復活することが2021年6月に発表された。NFL との裁判の前、 インディペンダンスディビジョンとリバティディビジョンの二つに分ける構想があった。デイブ・ディクソン、ドライビング・ホース・ビハインド・スーパーアドム、ダイズ。2017年1月9日閲覧。ザ・ユーズフル、プルーブ・ド・パート・オブ・イッツ・ケース・アゲンスト・ザ・イン・エフエル、オンリー・ツー・シー・ザ・ジュリー・ザック・ザ・ウィナーズ・フォー、エロス。2017年1月9日閲覧。ユーズフルが2022年春に復活へ。 NFL Japan 2021年6月5日閲覧ありがとうございます。